じゃあ続いてのテーマとして中小企業の経営者の問題はどうなのか、お二人の提言はこちらです。竹中さんが、経営をできる人材は360万人もいない。そうか、社長が360万人もいっちゃってるってことですね。あと金さんは低すぎる最低賃金を払えない経営者は経営者失格。竹中さん、まず説明お願いします。はい、これあの私が言ったんじゃなくて、私の友人の富山和彦さんがね、前から言ってることですけども、はいはい、まあ、彼はやっぱりその企業経営っていうのはものすごい厳しいもので、うん、難しいもので、本当にこうあのガバナンスをちゃんとやらなきゃいけないっていう、はい、まあ、ガバナンスの専門家であるわけですけどもね、うん、考えてみたら、まあ、360万なのか400万なのかわからないけれども、はい、実際に世の中で働いてる人が7000万8000万だとするとね、うん、20人に1人が社長なんですよ、この国。そういうことになりますよね。これすごいことですよね、はい、で経営ってすごい難しくて、うん、経営はアートだというぐらいの人もいるのにね、うん、そんなに社長いるわけないよねと、うん、だからこれはまあ要するにものすごくその細分された企業の体をなしてないようなところまで含めて、その淘汰がちゃんと進んでないということをまず経営者の側から表してるわけですよね、うんうんうん、20人に1人社長、こんな国ちょっとないんじゃないですか。すごいですね。20人に1人社長だけが聞けばすごいいい言葉に聞こえますけど、ちょっとそれはもうみんなできないでしょうと、その現実をちゃんと見た方がいいってことですね。そういうことです、ね、うん、アトキンソンさんは低すぎる最低賃金を払えない経営者は経営者失格。賃金上げてくださいという話になってるじゃないですか、うんうん、この間ね、別の中小企業の団体から何言われたかって、はいはい、賃金上げても全然構わない、うん、その分だけ政府からそのお金出してください。だからもう 5% も 10% 上げますよ、うん、いやそれおかしな話ですよね。実際に見るとですね、はいはい、その最低賃金、まあ、ここの図表にありますように、うん、はい、人材評価と最低賃金ということですね。人材評価では、うん、まあ、以前労働者の評価ですよね、はい、うん、日本はなんかもう抜群世界トップです。なるほど、うん、でまあ、評価点で見ますと、まあ、82点、確かに3とか4とかそのぐらいだったと思いますけども、はい、うんうん、で最低賃金を見るとですね、うん、一番離れてるのは日本なんです。確かにね。で例えばなんですけど、うん、あの今年でですね、うん、韓国の最低賃金は今年日本の最低賃金を名目で上回ります、はいはい、でこれはね1990年の時に実は日本の 10% しかないんです、はいはい、そうですか。 10%30 年で変わった。そうそうそう、うん、30年と 10% から上に行っちゃったんです、うん、だから要するに実質的にはもう10倍上がった、はい。最低賃金というのは筋トレと一緒なんです、うんうんうん、1990年以降、うん、日本政府はあと日銀がですね、うん、とにかく栄養がガンガン出したんです、うんうん、それによって日本の国の借金が、1000兆も増えていって、うんうん、日銀がどこまでお金ジャブジャブに出してるかって、うんうん、ただその中でそれをですね、栄養いっぱい出すからいっぱい食べてくださいと、うんうん、で何を期待したかというと筋トレをやり出すことでマッチョになることを期待してたんです、うんうん、ただ言うまでもなく筋トレをやってもやらなくても、美味しいものを食べさせてくれるから、うん、結局デブ化してしまっただけ、うんうんうん、でそれで何がそのポイントなのかというと低賃金でずっと甘えられていって、うん、その低賃金の上にあぐらをかいていて、うん、会社はなんとか存続ができる、うんうんうん、そうすると人口増加を現状だと思っている人、それに限って成立した会社は現状維持ができなくなっている、うん、それは人口が減っているからという現状が崩れている、はい、ただこの人たちからするといや最低賃金引き上げると自分たち経営者って筋トレやらなきゃいけないんだから、うん、それやめてくれよと、うん、今のままで筋トレの仕方も分からなくなってるんじゃないですか。分からないんです、うん、でそうすると中小企業ってもう筋トレはあのやってほしいんだけどやんなくていいですよ、あんたたちはあの中小企業だからっていうのは、うん、もう、ね、栄養だけ与えますからっていうことでずっと言ってきたんで、うん、そうするとですねやっぱり賃金が上げられない会社っていうのは経営者失格というよりも経営者いらないんですよ、うんうんうん、経営者の最大の役割って賃金上げることなんです、うんうん、賃金がずっと横ばいのままのこの30年間というのは経営者は経営者の役割を果たしていないということなんです、うんうんうん、説明としてすごい分かりましたよ、うん、言ってることはまあ本当に理にかなってるというか、で先ほどのグラフですけれどこれ人材評価っていうのがあって日本本当に人材評価高いんですね。高いんです。アメリカなんかよりも全然高いってことですもんね。である意味でねこれね失敗のもとに一つなんですよ。何ですか。要するにね
その奴隷のような低賃金であっても、うん、アメリカだったらみんななんかサボってるじゃないですか、うん、そういうのは、うんうんうん、みんな怒っちゃったりとかですね、うんうん、ストライクやったりとか主張もしますね、まあ、もうそれでね、もう適当に仕事してるだけなんです、うんうん、日本の場合ですとどんなに低賃金でどんなに労働その環境が過酷であっても、うん、もう時間通りに来て時間通りにまで仕事して、はい、下手すれば残業もタダでやっていて、うん、なおかつ、まあ、新橋で飲みながら愚痴いっぱい言ってるかもしれませんけど辞めないし、うんうんうん、それでなんかその本当にもうバカバカしいような仕事を真面目に真面目に働くんですよ、うんうんうん、経営者としてはですねこの国以上に楽な国ないと思いますそういうこと一つだけ私ちょっとここで違うことを申し上げたんですが、はい、基本的にはそのさっきの筋トレの問題っていうのはすごく重要で、うん、それがないからこんな風になってるというのは事実なんです、はい、ところが政策の決まり方考えるとこの最低賃金というのは実は社会保障の政策なんですね、うんうんうん、で筋トレっていうのは経済政策です、はいうん、だから社会保障の政策だから厚生労働省が決める、うん、でそこに経済産業省的な経済政策のものを持ち込むのは現実には私は難しいと思うんです。だから総理大臣が頑張って菅さんが頑張って上げろって上げるべきだって言ってそれで少し上がりましたですけれども、うん、私はそういう意味から言うともうこの社会保障的なっていうのは最低生きられる水準だから、うん、これは物価とかいろんなところで決まるわけですよね、はいうん、でそうするとそれとは別のですね、うん、経済を強くするためのレファレンス賃金みたいなものを別途定めて、うん、この最低賃金はもう、まあ、最低賃金として厚生労働省勝手にやってくださいと、うんうん、で経済産業省がレファレンス賃金を作ってそれに満たないところに関しては例えば税率を今負けてるわけだけどそういうことしませんよとかですね、うんうんうん、その一種のペナルティを与えると、うん、その結果的にそれがその筋トレになっていくと非正規が増えるまでは最低賃金の役割ってそんなに高くないんですよ、そんなに大きくないんです、うんうんうん、ただ非正規がここまで増えてくるとですね、うん、雇用する側の交渉の立場はどん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 強くなっていくんですよね、うんうんうん、で諸外国どういう対応したかというと、うん非正規が増えれば増えるほど最低賃金を導入してで導入した時に昔の社会保障的な位置づけをか、ま、やめてそうなんです経済政策に変えたんです、うんうん、そういうことです、うん、そういうことです最低賃金を適切に引き上げるために諸外国どうなってるかというと厚生労働省から切り離してその通りです経産省と一緒にしてなるほどそうすると経済政策と最低賃金をセットで決めていって、うん、なおかつ最低賃金はどこまでその上げていけば、経済政策といいますかその企業体が耐えられるかということを統計分析をやった結果、うん、ちゃんと検証した上でやります。なるほどね、これは大きな違いなんですよ、ねね、両方ちゃんと見てるってことですね、そこはね。で、日本は、それってね、結局昔からずっと変わってない理由っていうのはやっぱり経営者が高齢化してるってこともありますか？いかがですか？これグラフ見るとこういうことになってるんですよね。社長の平均年齢推移ということで2018年からですけれど2018年からでもこれだけ上がってるっていうことですね、うん、平均年齢があれこれ見るとですね、はい、日本は世界唯一の60歳以上の国 で、うん、でこれ数年前に60歳超えちゃったんですけども、はいうんうん、断トツ世界トップなんですよね、社長の年齢の平均が高いってことですねものすごい高いんですで実際のデータを見るとですねやっぱり平均年齢が高くなればなるほど、会社の実態が悪化するっていう因果関係も確認されてます、ね、これ年齢別の、はい、業績状況というのがありますけれどおだ増収30代以下そういうことか増収が非常に多いとかですね、はいはいはい、70代以上になるとやっぱり増収が減ってくるとかで減収が多いと減収が多い、うん、増益はやっぱり若い人が多いとか、うん、社長っていうのは本当は激務ですから、うん本当は激務ですから40代50代ぐらいでやらないと、うんそのね、本当は無理だと思いますよ、うん、ただし、まあ、あの経験値っていうのも、うん、これやっぱりあの無視してはいけないの で、うんうんうん、でそれなりのアドバイザーとかですねそういう役割やったらいいと思うんですけどね、うん、経営のトップではなくて何かアドバイザーみたいな位置で残ったりするって考え方、社長をどう選ぶかというコーポレートガバナンスの、うんその議論とやっぱり表裏一体に考えなきゃいけないと思いますよ、ね、これだから中小企業で M&A の、まあ、実施状況はどんどん上がっているのに後継者不足率の推移として下がっているこのグラフはアトキンソンさんどう見ますか？そうですね日本企業の場合はですね、うん、その 99.7% の日本企業の平均社員数は9人です、はいうん、9人そうか
それだけ細かい会社があるってことで、うん、それ分かりやすいですね。9人しかいない社員、うん、85% の日本企業の平均社員数は 3.4 人ですよ。 3.4 人の中で社長1人ですよ、うんうん、その中で2人ってことですよね、従業員でも確かにそうだな、ね、なるほどなるほど、うん、でそういうの考えるとですね、はい、そこで、まあ、ある意味で私の理論っていうのは、はい、無理があるんですよ、うんうんうん、だからね、生産性上げましょうとかね、うん、グリーンだとかデジタルだとか、うん、イノベーションだと、うん、輸出だと、うん、3.4 人って何ができるんですかって、うんうん、3.4 人の会社でいきなりに女性がそこの正社員になったところで、いや、あの結婚して子供ができちゃったから1年の産休に入りますって言ったらですね、その会社って崩壊しますよね、うんうん、で人口が減少している中で代わりに人いるかって代わりに人いないわけですよ、うんうんうん、そうするとね、やっぱり男性を正規雇用してできるだけ低賃金でその人を囲い込んで抑えるっていうのは、うん、3.4 人だからこそそうなってる。そうですね、実態がそうさせてるっていう部分があるということですね。でこれがキーワードなんですけど、適正規模、うん、今までの人口が激増する日本では 3.4 人でよかったかもしれない、うん、今から絶対にありえない、うん、でそういうふうに考えるとですね、イノベーションだといろんなことをしていくためにやっぱり 3.4 人は無理なんで、じゃあ他の人たちと連携をする、うん、もしくは、うん、黒字廃業の企業があるということであれば、それで黒字廃業するのもったいないんだから、その企業と一緒になったりとかですね、うん、そうすると菅政権中の時にですね、うん、やっぱり中小企業を守るというよりは中小企業を強化していくための一つの手段としては、中小企業同士がその一緒になって、より内部の分業制を進めていって、みんなが豊かになってハッピーになっていくような仕組みを作ったんですよね、うん、でその時にだからこれこんだけ増えてるってことですね。いろんな規制を取っ払ってもらって、うん、はい、そうするとのどん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 上がっていく、はい、であの時ですね、うん、会社を売ることは損だったんですよ、うん、最低でも中立にしようと、はい、で自分一つは思いますけどね、うん、政策的には例えばね、世代交代をした会社に対して1年2年ぐらい優遇するとかですね、うん、要するにもうとにかく若い人に社長を譲ってくださいよと、うん、いうことは積極的に促進することもありだと思いますね。 M&A って最初も例えば90年代ぐらい議論してる時ですね、会社ってのはね、生身の人間がいる場所だから、その物みたいに売ったり買ったりしちゃいけないんだっていうことをもう大声で言ってたわけですよ、日本、うんうん、ところが今M&A の件数だけから言うと世界最大の M&A を仲介している会社っていうのは日本にあるんですよ。でそれは地方の中小企業で後継者がいなくて、で無理やりまあそれをつけると、うん、ところがその場合にいろんなことをやる場合のその圧縮の税制の圧縮とかいろんなまだ規制があるわけですよね、はい、だその規制の緩和もルールの一つとしてやっていかなければいけないし、税制の緩和も頑張っています、税制もやっていかなければいけない、うん、分かりました。でここまでね、今の中小企業の実態とそして在り方っていうのをすごいお二人に聞いてね、じゃあここから日本の中小企業政策今後どうすべきかっていうのをお聞きしたいと思います。竹中さんは中小企業もルールの徹底を、アトキンソンさんは中小企業庁を企業育成庁に、まず竹中さんから、ルールを徹底、これどういうことでしょうか、はいはい。